とこのラインアウトっていうのは今ちょっと PA システムに投げてるんですけど、あこれを使えば、これはうちのこのリグっていうデジタルのテクノロジーを使ってるんですけど、スピーカーモデリング、あルームモデリング、あとはエフェクターですよね。これが全部あこの中に実はありまして、あ iPad のコントローラーでどんどんエディットしていけますね。そして今リグ、こうやってリグのノブがあるので、6つの設定を内部で使用してるので、変えてみますね。面白いのが、これを同時に使うこともできるんですよね。だからアンプのキャブも鳴らしながら、例えばライブで自分のモニターとしてアンプを使いながら PA はこうやってフィニッシュしたスタジオサウンドでいけますよね。